今日は一宮二子さんに、職質をしていきたいと思います。職質、はい、囚人ナンバー28番囚人ナンバー、囚人ナンバー、職質の段階で21番、21番、もう、はい、ということでね、今日はね、ニコちゃん200の質問をやっていきたいと思います。イエーイ。今日はね、恋愛縛りなんで、あの、本当隠さないでね。隠さない、隠さない、私何も隠すことないから。ちなみに、ふざけの禁止、ふざけ禁止、ふざけの禁止、真面目に答えてください。はい。初めて彼氏ができたのはいつですか？あ、シャガクノシノマ、いや、チノガチヨンボ、ベイヤーハ。ふざけんなっつってな。初めて彼氏ができたのは高校1年生です。何歳までに結婚したいですか？33。束縛するタイプ？放任主義？自分が、自分が束縛はあんましないかも、したくないかも。クールは明るい？え、相手が、相手が、あー、明るい。何フェチですか？あ、ね、匂いと鼻、鼻、鼻のなんか形、鼻見ちゃう結構、鼻シュッとしてるんだよ。別れた人と友達になれる？なれる。恋人の過去は気になる？気になんない。だってさ、今一緒にいるのはさ、私でしょ？ねえ、ケント。浮気されたらどうしますか？別れる。一択？一択。もう責めないの？責めない。もう別れる。もう何言われても別れる。記念日はどう過ごしたいですか？なんかそんな、なんか別になんかクルージングデートとかはしなくていいから、だからなんだろう、あぎゃーみたいな感じで、なんかちょっといいもの食べたいえ、思い出のデートスポットはどこですか？ない、忘れた。ある、逆にあるよ。あんの？ある。かわいそう、元彼たち。すいません。甘えたい、甘えさせたい、両方。なんか彼氏が甘える時もあれば、私が甘える時もあるみたいなね。ケント、自分から告るタイプですか？告れない、告らない、告れない。初デートで行きたい場所は？映画。普通映画よ、映画がいいよ、だって一番。分かる、すごい、それは喋んなくていいしね、トークスキル止まれないから。聞くの忘れてましたが、好きな男性のタイプ？好きな男性のタイプは芯を持ってる人、自分を持ってる人、あの、一途な人で、私をすごい愛してくれて、一途で優しくて、思いやりがあって、私だけに優しくて、で、あの、他の人とか本当興味ない。男性のどんな仕草が好きですか？仕草難しいな、なんかちょっとこう、こういうの、あ、ごめんなさい、こういうのかな、なんだけど。いや、いる、そんな仕草ある、仕草ある、好きな仕草なくね。短髪おは長髪？短髪。年上おは年下おはため、付き合うなら？いや、年齢は気にしません。毎日連絡したい？ したいうん、したい。告白は直接おは電話でされたい？直接されたいですね。どんなシチュエーションがいい？普通になんかこうデートしてて、なんか帰りなのか、なんかもうタイミングは別に何でもいいんだけど、うちが普通になんか、見て見てこれ超可愛くないみたいな時に、なんかこうなってて、どうしたみたいな、なんか好きよ。タイプなら中身を気にしないで付き合いますか？付き合いません。山崎賢人さんでも？山崎賢人は別じゃん。山崎賢人が中身が本当にマジで最低男だったらどうする？あ、それは無理だ、ごめん。山崎賢人さんでもそれは無理かも。どれくらいのペースで会いたい？会えるタイミングがあるなら会いたい派かも。喧嘩した時は先に謝りますか？物事によるよね。向こうが 100% 悪かったらもう向こうが謝るし、なんかちょっとでもうちが悪いなって思ったら謝ります。初めて本気の恋をしたのは何歳？いつでも本気ですみたいな。何歳？ふざけてつけたことはないですよ。はい。続きはウェブで。自分から告白できますか？できません。目的なんだね。意外とっていうな。彼氏の身長は何センチが理想ですか？理想？理想。180とか。わかんない。理想でしょ？理想なんか何でもいいんですよ。何でもいい。180。2メートル。ただだから。2メートル、2メートル。告白はされたいか自分からしたいか。
できない。されたいね。できないから。お願いします。嫌いな人から告白されたら嬉しい？嬉しいわけねえだろよ、俺。弟行きやがんな。出会ってから好きになるまで時間はかかる？いや、ぶっちゃけあんまかかんないかも。一目惚れはありですか？一目惚れ？あ、自分が？なしかも。かっこいいなと思っても中身がなんかこう、あ、なんかちょっとやばいなって思ったら違うし。友達から恋愛対象に変わることはありますか？あります。ない？ない。うちの答えはやめとこ。いや、でもわかる。なんか、え、でもほとんどないかも。だいたい好きになる人って最初になんかね、違うものを感じるの。わかる？積極的？奥手？奥手。究極の選択です。はい。性格がいいおぶすちゃん、うん、は性格が悪いイケメン。性格が悪い、あ、性格がいいおぶすちゃん。好感度上げようとしてるね。違うよ。上地雄介さんがじゃあめちゃくちゃ浮気して、めちゃくちゃなんか賭博とかに手出してたりして、めちゃくちゃタバコ吸うわ、お酒吸うわ。いいの、うん、いや、またそれが分かんない。じゃあ好きな芸能人のタイプと実際好きになるタイプは同じですか？全然違うと思う。多分大親友と好きな人が被ったら譲りますか？譲る。羽生譲る。さあ、ではスローで振り返りましょう。左からアクセル、右トゥーループ、左着地。華麗に決まりました。恋愛対象外からの壁ドンあご食いはどう思いますか？そのまま首を引っこ抜いて、ドロップキック。すいません。嫉妬はする方ですか？すると思う。どんな時に嫉妬しますか？なんか触ってたりしたら嫌だ。なんか髪とか、なんかわかんないけど、お触り禁止で。嫌だね。え、触るの嫌じゃない、うん、何触っとんのみたいな。うちに触れ。あっちが、あと相手がってこと？そう、彼氏がなんか他の女の子とかをなんか前髪切ったのとかさ、なんか分かんないけど、そんなやつがいたら大抵もう私は無理。分からよ。何よ。誰と恋人いても異性と連絡取りますか？取らない。あ、必要最低限。付き合う年齢、うん、上はどれぐらい？あ、最高まで OK ですか？上か、難しいな。分かんない。30代かな。リアルなとこ30代かも。下はどれぐらいまでいきますか？下は21。20歳はちょっと遠いな。彼氏とどんな関係でいたいですか？友達みたいな。運命の人みたいな。家族みたいな人。重い人ってどう思いますか？大歓迎。彼氏の服装は気にする？いや、さすがになんか全身毛糸とかできたら。ちょっとごめんなさい。一回ごめんなさいね。クエスチョンタイムってなるかな。で、気にするね。内面と、外見の、その比率、何対何？内面7の外見3。好感度上げるね。最低何ヶ月で別れましたか？1ヶ月。最高は何ヶ月ですか？3年半。彼氏に呼ばれるなら名前かあだ名、どっちがいいですか？あだ名。どこからが浮気ですか？どこからが浮気？難しい。内緒にしたら、なんか何するにも内緒にしたら、2人でご飯行くとかも話してくれたら浮気にならないのかもしれないけど、内緒にした時点でちょっと下心感じちゃうんで、内緒にしたらでね。彼氏の会計はがっちりしてるかスラッとしてるか、どっちがいいですか？どっちかといったらスラ。分からん。顔のパーツで重要なところ。顔のパーツで重要なところは鼻。告白するならなんて言う？好きよ。あなたの世界で一番好きよ。彼氏の理想は一重ですか二重ですか？一重。ヒゲはありですかなしですか？まあ、ありなのかな。ありかな。標準語か方言？方言。彼氏にするならモテる人かモテない人？モテない人。だってモテたらさ心配じゃん。可愛い系かかっこいい系、どっちが好きですか？かっこいい系の中にも可愛い瞬間が見えてくる人。あんた今欲張り。欲張り、うん。あ、かわいい。じゃあどっちかって言われるんだったらかっわいいで。あっ
次行きますそれアクセサリーをつける男の子かつけない男の子。つけない。メガネを常につけてる人かつけてない人。つけてない。でたまにつけてほしい。メガネさん欲張りだな本当に、うん、どっちかにして本当に。ないものだね。じゃあつけてないで行こう。じゃあ彼氏にするならツッコミタイプかボケタイプ。難しい。どっちかでしょ。どっちかだったらツッコミ。みんなに優しい人か自分だけに優しい人。自分だけに優しい人。食い気味できたな。香水をつける人かつけない人。つけないで柔軟剤の香りをさせておいてください。欲張りなの。欲張りなの。頭キレキレタイプか天然タイプ。どっちかでしょ。ごめん、うちは理想言っちゃうと頭キレキレなんだけどたまに天然が見えててほしいんだけど、どっちかといったらじゃあ頭キレ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 ポンパスで。だ自分の前で涙を見せない派か涙もろい。自分の前だけで見せてほしい。真面目すぎる人かチャラすぎる人。真面目すぎる人って言われたんだろ。バカバカバカ。面白くないおしゃべりな男の人か無口だけどボソッとたまに面白いこと言う男の人。無口だけどたまにボソッと面白いこと言う人。スーツか作業着だったらどっちが好きですか。基本的にはスーツなんだけどたまに作業着の一面が見えてるとなお良い。おい、あ、どっちかって言ってんだろ。スーツでこれマジ2択難しいよ。どっちかって言ったらマジむずいよ。まあ、絶対2択のどっちかで答えるよ。そのなんか、こういうやつでいいみたいなのなしで。フリフリですか。次行ける。気になる人に連絡先聞けますか。聞けない。相手の唇は厚い方がいいですか薄い方がいいですか。どっちかでしょ。どっちかだったら厚い。過去の彼氏で未練がある人いますか。いない。色白か日焼けしてる、どっちがいいですか。日焼けの度合いにもよるんだよな。もう黒焦げ、焦げパンみたいな人がちょっとある、うん、じゃあ日焼けしてる人で。生徒会会長風の男の子か学校一の悪だったらどっちがいいですか。年齢にもよるんだけどね。悪の度合いにもよるけど、そしたらじゃあ生徒会でいこうかな。うん。前からハグが好きですか、それとも後ろからが好きですか。前から。腕枕は好きですか。ごめんなさい、ね、ちょっとアディショナルタイム入ってた。ごめん。腕枕は、うん、あんまりなんか申し訳ないかも。しびれるじゃん。記念日にすごく力を入れてくれる男の人か、うん、こう何もない時にポンとプレゼントをくれたりする人、どっちがいい。待って、記念日豪華じゃなくてもいいから何もない時の方がちょっと愛情感じるかも。スキンヘッドはホストのような盛り上がり。スキンヘッドはちなみにどのぐらいなの。5人なの。じゃあでもスキンヘッドだから。スキンヘッドだよ、ね、もうツルッツルよ。かもうすごいなんか噴水みたいになってる人。ごめんなさい、質問1個いいですか逆に、はい、そのスキンヘッドの人は生えてくる余地はない。あ、ないな。だったらじゃあモリモリでちょっとあの美容院行くことをお勧めするかも。復縁はありですかなしですか。なし。浴衣男子ありなし。なしではない。ありありあり。アウトドア派インドア派、彼氏にするならどっちですか。アウトドア派。な、アウトドア派。アウトドア派。アウトドア派。ティーハーティーハー。自分から好きって言う、彼氏に付き合ってる時。あ、付き合ってる時。ああ、あんまり言えないかも。好きって言われたら私も好きよ、うん、態度で示すみたいな。遠距離は大丈夫ですか。ああ、無理だったな。あ、経験者。次行こう。あ、ね、ごめんね、うん、辛い思い出でもね。次行こう。ファーストキスはいつですか。高1。突然迎えに来るか呼び出されるかだったらどっちがいい。突然来る人だよ。 LINE で絵文字使う人か全く使わない人。使わないベースでたまに使うかも。好きじゃない人に告白されたらなんて断る。ありがとう嬉しい。断ってるそれ。ありがとう嬉しいだと受け入れてない。 あ、 ありがとう嬉しい聞いたらちょっと ごめんね。ごめんね。好きな人へのアピール方法を教えてください。職場的な感じでなんかちょこちょこみんなんていうの、会える機会があるんだったらなるべく近いに入る。なんか喋ろうとは頑張るか。うん。こんな人とは付き合いたくないっていうのを一個言うとしたら、あの一つ指標があって、女、お金、
お酒にだらしない、この三本柱、三密、これにだらしない人はダメですと。素直な人かツンデレな人どっちがいいですか？素直な人。逆に、うん、彼氏に素直になれる？慣れてる方だと思いますけど。山崎賢人はどう思う？うん、そこの尽くす？尽くさない？尽くしゅ！真顔で見んのやめろ。燃えるような恋愛か落ち着いた大人の恋愛だったらどっちがしたい？燃えるような恋愛で一生終えられることができるのなら燃えるような恋愛。なんか途中でこうなんか好き好きとかって言ってたくせにこうなんかみたいな感じ変わるんだったら大人の恋愛。ズバリ自分は結婚に向いてると思いますか？向いてないことはないと思うけど。振られた後の立ち直り方を教えてください。振られた後の立ち直り方、結構現実逃避派だから辛いって思っちゃうと人生つまんなくなっちゃうから、できるだけ楽しいことをしようとして忘れようとするから、 いっぱい友達に会うとか遊んだりとかして、遊ぶっていうのはその男の人と遊ぶとかじゃなくて友達と遊んだりしてストレス発散して、別にいなくてもよくねみたいな状況まで自分の人生持ってく。嫉妬した時の対処法、なんかさ、さっき女の子の髪の毛さ触ってたよね、それはやだな。サプライズはされたいですか、したい派ですか？したいし、されたいし、どっちかにこう偏っちゃったらそれは違うと思うから、両方。じゃあ究極の選択。究極の選択、めちゃめちゃ口が臭いか脇が臭い。何それ、もうどっちも臭いな。手の施しようはないないぐらい一生臭いな脇で。いやこれ何何、この質問考えたの誰だ誰、じゃあ行きます。別れようって言われた時の反応なんて理由聞くかも。理由聞いてどんな理由ですあれ別れるか、分かったっていう、止めはしないかも。へえ、分かったっていう、もう一回その言葉出た時点でもう無理なんで、二人の関係は終わっちゃってるんですよそこで。だからもうまあ理由聞いて、まあ、泣くのか何のか分かんないけど別れます。ラスト2問。お、彼氏の前でそのままですか？割とそのままそのままだけど、彼氏にしか見せない可愛い一面もあるかもね。最後の質問です。はい。結婚できない女を卒業するために今していることはありますか？今していること、そうですね、こう、まあ、毎日5リットルのお酢を飲んだりだとか、うん、毎日こうなんていうんですかね、腕立て伏せ500回したりだとか、あとはそうですね、まあ、天に向かって両手を合わせて。以上でね、職質は終わりになりますので、で囚人ナンバー28番釈放です。あ、ごめんなさい、もう番号でしか呼んでくれないシステムですね。あ、28番、はい、釈放、釈放、帰ってよし、帰ってよし、帰るよ、帰るよ、帰ってるよ、帰るよ、帰ってるよ。それでは、バイバイ。